は、ヌエと絵師、描いたものを具現化させる絵師が市民のためヌエに立ち向かいます。演武名は描け。私たちは自分にしかできないことを誰かのために、その思いを一身に背負い、この舞台に全てをぶつけ演武します。それではよろしくお願いします。11代目サザンカ。時は平安、花咲く町に何を描く。これは一人の絵師が描いた物語。誰かを思い描いたその世界はこんなにも美しかった。さて筆を置くとしよう。
これにて完結。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま撤収。